方たち、いかようにしてここまでたどり着いたか。ま、引き返せ、引き返せ、引き返せ。これ聞いておるのか。そこから先は頂の世、いわば神の世じゃ。人の身で踏み入ってよいところではない。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけたぜ。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかったな。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カツラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえには分からねえだろうが、俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい、くたばっちまいな。なあおひいさま、何故そのようなところに。なりませぬ、お戻りくださいおひいさま。うるせえな、何だってんだ。いいぞいいぞ、わしに構わず続けるがよい。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃろ。この頂の世に踏み込んで早々に切り合いとは、全くもって野蛮極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈でのう、出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。おひいさま、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわ。おお、いい着物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、さくな姫の格を示すにふさわしいであろう。え、酒くせ、ガキのくせしやがって。なんじゃと。わしは大人じゃ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人の声を払う。ここから先は神の領域じゃ。橋が消える前にさっさと引き返すんじゃな。さもなくはその命保証せんらしいぞ。あのワッパ、なんとしたルルルク。宴の間だか、後をつければ何か食い物にありつけるやりしですな。
尽くしているつもりなのですが。だからね、それじゃ残念だろ。血の尊さばかりは後から変えることはできぬでな。そうじゃ、我がロンの心はよ、わしの役を手伝わせてやるぞ。カムヒツキ様のお目に触れる機会が増えれば、お主の覚えも良くなろう。それではよろしくお願いいたします。おひい様、いい加減になされませ。その大切なお役目を果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。またまた、たまじはうるさいの。なに、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせるわい。わしにかかればちちっと。あ、まずい。これ、どこに行かれるのですか。まだお話は。スワンジー、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし、役に備えるとする。少し席を外すぞ。おお、おひいさま、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。うわあ、まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。なんとしても引っ捕らえれば。逃がすか。愚か者め、神であるこのわしを。
ぶつかったのはわしじゃなかろうが。カムヒツキ様に捧げる米を食らうつもりか。やりおったな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。その身に深々と刻み込んでくれるわ。待て、ここには強い酒や油も。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。サクナ姫よ。その方、あの偽善たる武士竹利美が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、チンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろうものが人に席をなすりつけるでない。ボスわけこのままでる。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか。ゆいだ。こいなとこやんだお。早く消してけらい。見るってと。あい、かいまるです。神と人は二つよ。すなわち頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまでそこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は古くより多くの鬼が救い、いまだ我が支配を及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ん？
ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる勅であるぞ。以上じゃ。下がれ。追放さあ、おひいさま、あちらに。嫌だよ。都を離れたら死んでしまう。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く勅を果たし、都に戻ってまいりましょう。さくなさん、心はあんなやつらと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。ジー殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。おひいさまはこの三柱の都で何の労もなくご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がおひいさまに多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんをよろしくお願いいたします。この命に代えましても。さようなら、さくなさん。寂しいけれど少しほっとしている。おめえなあ、ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあよいではないか。してさくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。じい、おいたまじい、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのなら、これからどうすればよいか、はよ申せ。ふん、確かこの洞穴は、ずっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂には、おひいさまのお母上が住まわれていた家がございます。ま、そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい。いや、お主はさすがに。かいまるは見る手と一緒。他のものはどうした。何故
って、この島は鬼だらけなんだべ。なあ、キンタ。ユイの言う通りだ。神様ってのは、一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。ギンギ、クソ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。はは、かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。おひいさま。もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。
こっちじゃ。行け。どこを見ておれ。でー。鬼ではない。カムヒツキの手のものか。いずれにせよ、ここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃとは？よくも高貴なるこのわしに向かって。おひい様、そやつは。じい、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。足蜘蛛の技、見せてくれ。どこを見ておれ。ふっ、ダン。どこを見ておれ。はっ、ふ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 まだ決着はついとらんぞ。すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。お前は何故ここ。は、一体何を申しておるんじゃ。この峠には惑いの術がかけられておりましてな。ここに峠があると知っておる者にしかたどり着くことはかなわぬのです。そしてそれを知っておったのがこのわしというわけじゃ。久しいの、足蜘蛛よ。これは驚いた。たけりびの剣霊か。先ほどは行き違いで刃を交えさせてしもうたが、そなたと争うつもりはない。このお方は我が主たけりび様がご息女桜姫様じゃ。ゆえあって当分この島で暮らさねばならんことになった。家はまだあるか。ああ、今も我が手入れしている。知り合いじゃったのか。もっと早いわか。聞く耳を持たれなかったではありませぬか。詳しい話は上でするとしよう。ということは先に迎えに行ってやらねば他の奴らがここにはたどり着けんのか。そこに気づかれるとは嬉しゅうございますぞ。前々から思っておったんじゃが、じいはわしをバカにしとるよな。
少しばかり傷んではいるものの、思いのほか朽ちてはおりませんな。強い木だ。この家はまだまだ生きるぞ。足蜘蛛といったかな。鬼どもがはびこっておる中で、何故わしの母上の家を守ってくれておったんだ。お前の父母にはそれだけの借りがあるということだ。ご両親がこの島で戦った悪神大水地とは、こやつら足蜘蛛族にとっても脅威にございました。御父竹蛇様は足蜘蛛らに力と知恵を与え、共に戦い勝ちを収めたのです。へえ、そうじゃったか。なんだか誇らしいの。おいきなし比例の戦部屋2つもある。ゴーヌシラ、なんでわしの家にわしより先に入っとるんじゃ。苦労をかけたようじゃな。この家使わせてくれるな。他ならぬ竹蛇たちの娘とあらば断る筋はない。これも何かの縁、互いに助け合って参ろう。さて、家も貸してやることじゃし、もう十分じゃろ。これからはみんな好きにやってくれ。わしは神ひつき様より賜った大役を果たすため、しばらくは英気を養うとする。好きにって言われてもな。おじいさまま、のんびり構えてなどはおられませぬぞ。ここには蔵はあれど備蓄はございません。都にいた頃のように寝て暮らそうものなら、夏を待たずに飢えてしまうわけでしょう。小屋まで採集をするに、鬼どもが確保するこの島で、ここに任せるは荷が重すぎます。やはり神であるおじい様が動かねば。わしに神でも出ようと思うのか。日々の足場をしっかりと固めて、大役も流れてる。これに行こうは、おじい様にとってもようやりたいのに。何か始めるに、これほどふさわしいところもあります。いかんのか。の資質伝説に変えられ、ここ取り込みの米はそのお力に大きく関わるのだ。お米作る、魚強くなるですか。さよう。鬼どもも退けやすくなろう。稲を育てることで腹を満たし、鬼も減らせる。では決まりですな。さくな様は狩りに、それがしたちはここで稲を育てましょう。うん、いえ、おいらたちも捨て気味か。働かざる者なんとやらだっちゃ。見れて頑張ります。えい。あ、待て、わしはまだ何も言っとらんぞ。田植えもんとやらよ。そなたの腕期待しておるぞ。お任せくだされ。
ふむ。やれやれ。
さい、神様。何かあったのか。アホ侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。嫌な予感がする。初めくんも飽きるんだよ。おさむ、おいらたちば上たつきか、このあんこたれ。聞いた、怒るすぎる。よくすまぬ。ああ、ふんけだつ。騒がしいの、一体何があったんだ。こいつ、種もみば水さ流してしまったぞ。なんじゃと。それじゃ手元に残ったのはわずか一つ。聞けば野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねんだと。まったく、とんでもねえ足絡みでねが。でかいの、お主任せろと申しておらんかったか。恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありま。野良仕事も下手の横好き、いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそはと奮起してみたのではござりまするが、面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。そういうことを申しておるのではない。やめせやめせ、死ぬならオイラたちの目が届かんとこでやれ。お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつ、こいで食う量だけは5人前だ。まったくさもしいもんだべ。タウエモン、優しい。心配あるだけです。見るて、ヤナトビと違うマスは分かる。絶対おかしい。もう分かった分かった。トライの者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。見るてと言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆、わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。お主もそれでよいな。うん。おお、今度は何じゃ。見るて、料理得意です。さん、おいしい。おお、お主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならば、この肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オッケー、ミルテ、頑張ります。いただきます。なんのこれ好き。あら、くつよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。でござりした。さくな様、残った種もみから無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗をつぶし、後ろ足であぜを崩してしまい。めちゃくちゃではないか。そこまで行くと下手とかそういう類の話ではないぞ。おい、かまじ、何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ、奉納する稲を向上心自ら作ってはおかしいではないか。いえいえ、何一つおかしなことなどございません。お母上の豊花様はもちろん、
主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞ。なんということじゃ。一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。なーに、きっとうまくいきますとも。おひい様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。知識だけは自信がござりまする。それがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするでないわ。始めるか。
曲げた。